皆さんこんにちは、こんばんは、はーちゃんです。今回はこのようなちっちゃいファイルを作ったので紹介していきます。以前からすごく大人気で、もう販売やめちゃったんですかっていう声もあったこのカードケースを久しぶりに作ったので紹介していきます。他のファイルよりもとってもとても時間がかかるので、なかなか体力のある時にしかできないんですけど、頑張って作ったのでご紹介していきたいと思います。もうこのペーパー持ってないので最後の作品になるかなと思うんですけど、ベビーのデザインでレースをつけてます。はい、で中はこんな感じで30ポケットになっています。この大きいワックスペーパーをこのサイズに切って1枚ずつ丁寧に蛇腹を作っているので、かなり時間がかかるっていう感じですね。中に入ってるものを紹介していきます。トランプに巻いたマステをコレクションされている方はそれの収納とかに使ってもいいかなと思います。はい、1ポケット目にはこんな感じでフレークシールを入れています。2ポケット目もこちらのシールを入れてます。全部種類が違います。でこんな感じでマイメロちゃんのね、これすごい可愛いカード、立体的になるカードを入れてます。これ30ポケット分で、ね、何ポケット目はっていうの大変なのでちょっとやめます。でこちらマイメロちゃんのレターセットと、こちらキキララちゃんのレターセットで、これがアイスのフックマークで、こちらが東京で買った、すごいこれ分厚いね、めっちゃ高かったカード、すごい可愛くて、こちらとこちらパン系のシールで、こちらがチョコのメモで、こちらマイメロちゃんのサンリオのトランプとバービーのメモで、こちらカードですね、メッセージカード。その次がフレッシュパンチのメモ、その次がこういったミニーちゃんのミニ封筒、そしてスイマーのカード、メモとメッセージカードはアイスのデザインです。あとこういったちっちゃいケーキのメモと、こちらリラックマのメモ、ディズニーのメモ、サンリオのメモ、こちらもキティちゃんのメモ、そしてこちらのカセットテープのメモのタキシードサムくんと、こちらがキキララちゃん、そして6ポケット、こんな感じでマステを入れました。全部違う柄で6ポケット分6枚入れてます。ラストこんな感じでトランプのメモを入れています。はい、という感じでこちら30ポケットすべて紹介したんですけど、端を両面テープで留めていて、一応ねしっかり留めて作ってはいるんですけれども、剥がれてきてしまう場合があるので、それをご理解していただける方よろしくお願いいたします。端は両面テープで貼れば治るので、ご理解していただける方のみご購入よろしくお願いいたします。はい、というわけで今回はこちらのファイルを紹介しました。ご購入していただけたら大変嬉しいです。それではこの動画が良かった、便利そうって思っていただけたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。Twitter、Instagram、TikTok、メルカリもやっておりますので、よかったらそちらのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。では、バイバーイ。このサイズ感がすごくちっちゃくて、個人的にもすごく気に入ってます。